はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィンニングポスト9-2021ライブ配信始めていきましょう。はい、ということで2007年9月3週からのスタートとなります。天の桜ちょっと厳しいとは思いますね。天の桜実は取りましたが、ローズステークス、ウォッカがクラブはウォッカと登場ですね。じゃあ早速行ってみましょう。5周は進めたい。ベルメン優勝、天の桜登場、一番人気か。天の桜何点だ、113のインカスエポナがトップですね。さあ、いよいよ桜表舞台に出ることができるでしょうか。まあまだ早いと思うけどな。レース行きましょう。パリロンシャン競馬場 G1 ベルメン優勝、芝 2400m です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。さあ、凱旋門賞と同じコースです。いよいよ発走です。スタートしました。インカスエーポが好スタートを切りました。ちょっと切れます。6番ロールアーギュメント、その後ろメイプルルーラ先手を取りました。少し開いて、いや天気はいいね。これに続いてツイーティバンナー、グラフピードライン、それに続いています。なおですね、スイッチでこの配信やっております。2日後の14日21時に YouTube に上げる予定です。スイッチのリンクに、YouTube のチャンネル記載してます。ぜひアクセスの上、チャンネル登録、高評価お願いいたします。 YouTube チャンネルサブスクライブと&グッドボタン、Twitch のアカウントもございます。アクセスの上、まだお方フォローお願いいたします。 Twitter アカウントフォロープリーズで、Twitch のアカウントのフォロー、チャットコメント、ライブ視聴もお願いいたします。ツイッチ、ライブウォッチ、アカウントフォロー、チャットコメント、プリーズ。では、いよいよ勝負どころです。ほとんど差がありません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。まだ全然後ろだな。追い込みだからなんだろうけど。あ、上がってきた。懸命に追いすがります。天の桜、まだ後ろ。外に広がっているからわからないが、ああでもいい伸びしてますね。先頭に立った、初 G1 だ、勝ちました。いい伸び足、ついに初 G1 です。ベルメン優勝、天の桜。もう厩舎の初 G1 だったんですね。お、直撃。前に行かせたらダメってことか。ヴィンセント・オブライエン・ステークス、天の桜は2番人気となっております。2歳馬だからな、不利ですね。先方は選べます。前、先行策取りましょう。レースです。カラ競馬場 G1、ヴィンセント・オブライエン・ステークス、芝 1400m です。
こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。レイブンズパス、これはいいスタートを切りました。おっとリンコンさん出遅れてしまいました。ダッシュよく飛び出してレイブンズパス花に立ちます。その後ろからは天の椿、この馬も上がっていく構えです。さらにはコロナックのビリアール、6番アラバックプレセリ、その後ろ先手を取ったのは天の椿、その後ろからはウェルカムバニー、その外にスナークオート、ヘンリーザナビゲーター、そのうちに続いています。なんと天の椿先行策だ。その外からまさかの先行策。内からはスタイリッシュスピン、内からはアンカシ、これがどう出るか。先頭はまだ3番天の椿、ここ でも取られた。ヘンリーザナビゲーター、天の椿2番手に控えました。天の椿疲れたのか、もうバテたのか。捉えるか。残りあと 400m、 長い直線。ああでも厳しいですね。ナビゲーター先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。あと 200m、 壁に沈んでおります。そしてヘンリーザナビゲーター、2番手はレイブンズパス、ヘンリーザナビゲーターゴーリン、2着にはどうやらレイブンズパス、3着にアンカーシークレット、勝ったのはヘンリーザナビゲーター、見事な勝利です。G1 とはいえちょっと負けすぎな、嫌ですね。アイルランドセントレジャー、天の玉ちゃん、長距離得意の馬です。一番人気、まあ、これはしっかり勝っておきたいですね。121、デュークマニナが115で、続いております。この2頭に窮地かな。あとテューダーセルリアンぐらい。レースいきましょう。カラ競馬場 G1 アイルランドセントレジャー、芝 2800m の長丁場です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。トーキングスウィーズ、好スタートを切りました。ブリスパーク、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくトーキングスウィーズ行きました。続いて前へ行くのはブリスパーク、さらにはパーティングバラクーナ、栗色の馬体、フォアラキャペレット、その後ろブリスパーク、先手を取りました。そして大きく離れてアスク、この位置です。好位置をキープしています。天の玉ちゃん並んで16番ザガーデンアパレル、すぐ後ろにセプテンバーペリオッド、その隣にデュークマニナ、ブルースタップ、そのうちに続いています。その後ろからはシュプリームサーパス、白の帽子タンブルオータン、その後ろその外にダプチェスクアップ、トゥーダーセルリアン、それに続きます。その外からコンポージャーローマン、最後方にサバナデュエット、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。混合ブリスパーク依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがトーキングスウィーズ、並んで12番パーティングバラクーナ、大きく離れましたアスク、フォアラキャペレット、すぐ後ろ先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで3番ブルースタップ、ザガーデンアパレル、この馬もこのグループ、その外にデュークマニーが、並んで9番ダプチェスクアップ、天野玉ちゃん、後ろから並んで1番タンブルオータン、その外にセプテンバーペリオッド、並んで8番コンポージャーローマン、内からはトゥーダーセルリアン、並んで4番シュプリームサーパス、しんがりからサバナデュエット、もう一度先頭から13番ブリスパーク、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はブリスパーク、さあコースが開くが、ここからどうやって伸びてくれるか。いや上がってきた天の玉ちゃん、先頭変わって天の玉ちゃん一気に先頭へ、馬身以上さらに突き放します。残り 200m、 後続はまだ後ろ、2番手はデュークマニナ、天の玉ちゃん先頭だ。天の玉ちゃん強い強い。天の玉ちゃん圧勝ゴールイン。2着はトゥーダーセルリアン、3着にアスク、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の玉ちゃん、まさしく日本が世界に誇れる馬です。62キロも何の層の G1 2連勝となります。来年やるかどうかちょっと悩むとこですね。白山大商店、天の瞳閉じて登場、2番人気、実いいだからな。
クラブは凱旋門院が一番人気。ダイジェスト、金沢競馬場 JPN3 白山大賞典ダート 2100m です。さあ短い直線に入って起きたここからが腕の見せ所天の瞳閉じて先頭に踊り入れた後続を引き離しにかかる2番手はキングスゾーン天の瞳閉じて差を広げるやりました天の瞳閉じて1着2着はキングスゾーン勝ったのは天の瞳閉じて無地ギクステークスいろいろ出てますけど凱旋たらことキャプテントゥーレースで2歳馬です。凱旋たらこは新馬勝ったばっかりとなっております。父親馬の馬多いよな。人気はサクセスブロッケですね。シーツ馬です。さて一応注目はこの辺かで当然サクセスブロッケンとショナアルバは注目しときましょう。ダイジェスト阪神2歳オープン特別野地菊賞芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防湘南アルバ先頭さあキャプテントゥーレスブロッケンはまあいますね。まだ後ろ前に迫る伸びないねサクセスブロッケン思ったより外から中来ているキャプテントゥーレしかし後続の足色もなかなかいい2番手は凱旋たらこか先頭はキャプテントゥーレ1着でゴール2着は凱旋たらこ見事に勝ちましたキャプテントゥーレサクセスブロッケン敗れましたようやく3着争いといったところでしょうか。ワンツーフィニッシュですねクラブは。さあラジオ日本賞クラブは凱旋クールビズですが人気はウィンドアティカ本州本命は テーマヒッターとはなっております。ね、大鳥人気あたりの人気とということで、ダイジェスト中山オープン特別ラジオ日本賞だと 1800m です。短い直線に入って後続は届くかどうかクラブは残り 200m 凱旋クールビズ伸びてきた大鳥人気必死に追います凱旋クールビズ行きそうですね。2番手はイルドラブリー凱旋クールビズ1着2着はイルドラブリーこれは桁外れの強さだ凱旋クールビズそしてセンターアイト記念はクラブは浅草キングスクラブは出走も増えてきました。オリブセダンは天の山馬なんだな母親が。テマムーブメント、ダイジェスト中山 G2朝日杯センターイト記念3歳芝 2200m 菊花賞のトライアルです。4コーナーをカーブしてさあこれからです浅草キングス強いな残り 200m を通過して一気に後続が襲いかかってきた誰だあれテンマムーブメント浅草キングス先頭だテンマムーブメント大激戦のゴール前果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。粘っている浅草キングス外から天馬ムーブメント強襲わかんない。あー外か。あでも天馬ムーブメントも実は自家製サンバなんです。売った馬ですね。ローズステークスさあここにクラブはウォーカー登場天馬インゴとか肩のインゴットの子供です。
これ偶然なんかな、売った馬だと思うんだけど、まあひとまずウォッカですよね。アマナー村の娘もいるな。こちらは秋華賞トライアルとなっております。まあもちろん賞金的にはウォーカー権利持ってますけどね。ダイジェスト、阪神 G2 関西テレビ放送賞ローズステークス秋華賞トライアル3歳芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあウォーカーが外から迫っている。天満員ごと先頭変わって、天満員ごと内からぐんぐんと、天満員ごと、あとようやく差が詰まってきた。でもさらに足を伸ばす、どうかな、差し切れるか。天満員ごと差を広げる、天満員ごと、あ2着がやっとでしたね。天満員ごと見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。さあ3頭の出走、しかも G1 はありません。肩の松剣が出てまいります。他仲間のオッカマンは天のシャメールと天のビフォアフデの2頭ですね。天のタマちゃんとテューダーセルリア、そしてやっぱり嬉しいのは天のサクラが G1 馬になったことですね。サイロ集団馬王、デビューして、ダイスがこれかかってんのか。台は好かれた、そうですね。出荷賞で、かかります。牝馬三冠が。小泉はどうする？調子いいですからね。果たして天皇賞秋が正解なのか。てるてるとか小泉とかいる、ブログとかいるからな。距離は大丈夫。こちらも同様ですね。小泉は必ず賞ここに出すのが正解かっていうのは断定できないな。ここでもいいわけですからね。武豊か。これは小泉は5勝を挙げてます。早めなんで早いこといかないと寿命が尽きてしまう可能性ありますからね。ちょっと前へ積極的いきましょう。そしてアマノハウルが前回デルワオークスで G1 を取りました。休ませて、クイーンエリザベス2世カップに向かいます。ジニアッタが2勝か。スピンスターステークスと BC ディスタフの、両取りを狙います。今調子は悪くないな。アマナイボットは3冠ですね。菊花賞、問題は距離が持つかどうか、これですね。4勝か、まあ、覚醒なんで寿命は心配いらない。一方アマノアミーゴがカンタラステークス、アミーゴは5勝です。ひとまず一周放牧、ノートレが南部杯、しかもマイルハンデか。まあまあ本当に出すんだったら休ませないとな。チャクータがファッション、海外遠征ですね。
一周放牧で想定内がコートアイランド、ちょっとやっぱり G3 でもしんどいな。でそのはチャンピオンズカップでいいのかどうか。 G1 は4勝です。フューソナどうかな。一走はしたいな。放牧は終わったんだけど、覚醒だからな、まだ焦らんでも大丈夫。ゼニアッタが出るからここは出せない。まあなかなか枠が埋まっちゃってるんですよね。気持ちがいるし、1300って大丈夫？1300はちょっと短い。ここかな。本当はね、ここに出すわけにいかないんだけど、一応は、ジュピターがラッソーとかダメだったんで、ちょっとやっぱりジュピターは厳しい。健康を上げて臨みたいとこですね。スカチューがあと2勝。バレリーナステークス。で、カターテレがロワイヤー優勝。2800か。距離的には問題ないよな。G1 何勝、まだ1勝してないのか。ちょっと厳しいんじゃないのとは思ったりする。キンシャサは8勝上げましたね、ついに。スプリンターズへ。スプリンターズは翌週です。そしてアドマイヤムーンも8勝を挙げました。マツケンがエディシエル、そろそろ結果を出したいな。 G3 でもダメか。うちが、うちが一勝だけか。来週ですね。塚原12勝上げておりまして、エリザベスかな。いや、なんかなかったっけ。距離は2600まで。2000m がベストです。確かここまだ出てないから出そう。芝ですからね。芝もダート両対応ですけど、基本芝が向いてるはず。あ、でもダートの方が向いてんのかな。どっちが向いてんだろう。どっちも変わりはないような気はするけどな。うん。で、てるてるが10勝上げましたね。ちょっと調子落ちてるんで、フラーボールあと1周放牧して起点へ挑む。ニジムリッチはなかなか勝てない。
倉放牧中金引きには12勝ビシークラフィシックに挑む一周放牧かな。なんでだろうが毎朝かビフォアフは今週ですが、ちょっと調子が悪いなビフォアフ。まあで勝ちたいんやが、10月1週エレブステークスを取ってたからちょっとやっぱりまだ厳しいのかな。勝ちたいんや活躍はこれからなのかもしれません。北戦がまだ1勝まあ覚醒なんでねいけないですけど、花の命は短いからな。猫返し新潟県大敗しちゃった。どうなんだろう。マーメイドは取ってる。10月の2週以降出してみるか。出してユッキー竹豊か。 GC は回避、猫返し玉ちゃん大和メジャーは BC マイル、16勝、ナルトがほとほど勝ちましたね。いよいよ激闘末期となります。一周放牧シャメール、今週です。デゼニシーが南部入って間がないような気がする。ヘイポタが、ハリポタもちょっと厳しいですよね。で最後遊戯王は凱旋門賞です。取りたいね。ちょっと足り C だから足りない気はするけど、スピードは基本中の基本ですからね。馬のシードが売られ始めてる。TDS 片野松健一番人気、松健105なんで絶対的とは言えないですね。先方は前どの先方が有利とは言えないです。あ、間違えた。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。 G2 なのにいよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。エルクメッセージ前に行きそうです。オートフォース、それに続いていますフェーリングガリバー、
どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭からティグレスゴールド先手を取りました。内からはゴートフォース、オープンハーザー、それに続きます。各馬サンタアニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。ここでゴートフォース先頭に変わりました。まだ粘っています。2番手はティグレスゴールド、間を挟んでスピードウェイグローブ、3番手9番片野松健、まだ後ろ、鞍上のゴーサインはまだでしょうか。ゴートフォース先頭、外から勢いよく松健、大外から伸びてこれるか。残り200伸びはいいね、松健。どうかな。ティグレスゴールド一気にインベーダー8、来た、伸びてきた。だがインベーダー8、1着、2着にはどうやら片野松健、勝ったのはインベーダー8、見事な勝利です。汗を増してきました。インベーダー8、先着を許してしまいます。さあ、カンナステークス、これはいらない。オールカマーです。いや、マノシャメル1番人気、アマノビファンフー5番人気、2番人気はデルタブルース、それからシーキングザダイヤ、ポップロックあたりがついております。さあ、まずビフォーアフは戦法を変えられます。前行ってみるか。ダイジェスト、中山 G3 産経賞オールカマー、芝 2200m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ポップロック先頭、あと 200m、 先頭は依然としてポップロック。2番手はアマノシャメール、ポップロック先頭だ。ポップロック強い強い、ポップロック圧勝ゴールイン。2着はアマノシャメール、3着にネバブション、見事に勝ちましたポップロック。ロース、さあ、アノマイアムーン、距離何に出るんだったっけ。 BC カーターフか、距離が微妙に長い気がする。 iPod は、全然大丈夫ですけど、連投なっちゃうんですよね。連投か、連投なるんで iPod は出られません。三冠音がかかりますからね。さあ、海外はアメリカ4頭ですね。大井もレディースプレデューロ、そして中山金車差の奇跡がスプリンターズステークスに出てまいります。演劇戦を目撃せよ、生粋のスプリンター。探してみますか。当然出さないと売れないですからね。トレミ売ってみるか。あ、そうだ、あの主体の馬を売りたいな、できれば。でも何馬ぐらいか。ファイバーだ、アローム17歳でも、もう、多分産んでるんですよね、オリーブチャイムズを。気になるのがこのアマノシードです。あの一応セリー参加してみます。車内が買うんだったら、あの邪魔をします。
そうにないですね。で、カブトファン、いや参加しません。ドレミアビッグレッドファン買い戻します。で、繁殖牝馬で天のドレミを買い戻す。天のたくさんいますね。はい、なんかたまごっちとかヘーザー牧場ですね。どこの牧場に入れようか。ノアさんとかいたら嫌やな。でも全然いなきゃったらそれでいいんです。本当にバランスよく入ってくれよっていう感じですね。うん、いないいない、大丈夫。さあ遊戯王の調子はどうだ。遊戯王もこれ使いましょう、調子を上げる。じゃあ投手を上げたいな、むしろ。ああ競争順位は別にいい。いいよ、それそうじゃない。限定選手が何部杯、悩みじゃ調子上げたいな。メラまだまだですからね。癖か。ポップラックに負けてますからね。ビフォアフが多分勝手にやってるんだけど、まあ G3 クラスでないと無理ですよね多分。起点とかは無理です。星が落ちてる。あ、ジョッキーが被ってる。違う違う、
のジョッキを変えたい。桜がエリジョか。まあエリジョいいでしょう別に。まだやっぱり海外必ず勝てるかって言ったらそうじゃないですからね。瞳閉じてが。なるほど、白山大将廷は何とか勝った。裏あたりだそう。6勝か。でもまだですね。走れるかな、まあ、覚醒だしこれからですからね。ダイス、あ、かぶってる竹豊が。まあ竹豊がなくていいからな別に。黒田騎士託します。でハウル、小泉がオペラショー。ハウル、竹豊乗せたけど乗ってくれない。あ、乗ってくれるやん。あ、乗ってくれるけど被るんだ。難易度被るんだ。10月3週ん。あ、スマートファルコンか。適当なジョッキーを割り振ってやればいい。まあ、あの捕まっとけば勝てるでしょう。カーダ君ジュニアとはまだ2勝。
さあそして椿がデビューしますが、どうなんだろうな。海外はまだ早計かもな。あとこれ女性競馬か、よくないな。フィリーズマイル、これは直線じゃない方がいい。アメリカ競馬の方がいいかも。竹豊か、注目度は低い。キンシャサトップ、ここは出てない。ドリブジャーニーが勝った。ネクスト、王様アゲインステークス、馬の気持ちいいです。2番人気、1番人気ストリートセンスはちょっと厳しいな。アインシュタイン、キニバーストか。ダイジェスト、三大田競馬場 G1 王様アゲインステークスダート 1800m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 日本と世界一度の争いだ。ストリートセンス抜けた。2番手は馬の気持ちいい、ストリートセンス。1着、2着は馬の気持ちいい、3着にアインシュタイン、勝ったのはストリートセンス。見事な勝利です。フラーボール招待ステークス、天のテルテル1番人気、127、ハニーライダーが119、他は大きく差があります。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 フラーボール招待ステークス芝 2000m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはハニーライダー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくハニーライダー行きました。続いて前へ行くのはヌーベルエリー、さらには天野テルテル、足毛の馬体、カフェカスタン、その後ろ先手を取ったのはハニーライダー、少し開いてナショバズキー、その外からラハドゥード、ジャイアンツハンド、そのうちに続いています。その外にグラウンディドイン、オレンジの帽子、ね、カリビアンバチア、その後ろ内からはストレートミネルバ、その後ろからはマリンサイド、その外にコートシップルーレット、並んで8番トリーステディ、しんがりからラピスミショナリー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から7番ハニーライダー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、2番天野テルテル、2番手を追走、大きく離れましたカフェカスータン、その外にラハドゥード、内からはストレートミネルバ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ7番ハニーライダー、2番手は天野テルテル、間を挟んでカフェカスータン、3番手天野テルテル、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はハニーライダー、天野テルテル、2番手離れてラハドゥード、
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。天野てるてる先頭、残り 200m、 天野てるてるさらに足を伸ばす。さあ振り方を置いた。しかし後ろから来てるが、でも勝ちましたね。天野てるてる1着でゴール、2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野てるてる、まさしく日本が世界に誇れる馬です。今年いっぱいで引退の天野てるてる、キザレベルも最高になりました。タフネス、ジョッキークラブゴールドカップ、天野勝ちたいんや。6番人気は人気ないな。今日99だからな。カーリンとか、まあ、ブラザーテイクとかコメンテーターとかツーマン多いよね。ロイヤローンとかちょっとそんな中で対抗するのは厳しいんじゃないでしょうか。ダイジェスト、ベルモントパーク競馬場 G1 ジョッキークラブゴールドカップダート 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。コメンテーター先頭、あと 200m、 さあ先頭は今度はプレミアムタップ、下がっていきますね。2番手はコメンテータープレミアムタップ先頭だ。プレミアムタップ、プレミアムタップ1着、2着にはどうやらブラザーデレッツ、プレミアムタップ、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。勝ちたいは9着に敗れました。続いてジョーハーシュ、ハーシュターフクラシックステークス天の虹ブリッジです。1番人気、117、一応トップですが113の馬が3頭見えましたね。さあ1番人気なんで追い込みになります。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ジョーハーシューターフクラシックステークス芝 2400m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ゴージャスヘイズ前に行きそうです。ウェルノールネイビー、それに続いています。さらにはアンタアントパル、13番キングズドラマ、その後ろ先手を取ったのはウェルノールネイビー、ダブルスクリスティアナ、それに続いています。並んで5番エアボーンサーブ、アークティックトリビュート、この馬もこのグループ。その横にウォーターウェイキネマ、これに続くのがアットザサンパス、黄色の帽子マースフルフルーツ、その後ろすぐ隣にパティコンスタンス、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。シェイクスピア、すぐ後ろ天の虹ブリッジ、後ろから最後方にポーンタウソン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。2番ウェルノールネイビー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはアンタアントパル、これに続いてキングズドラマ、その隣にウォーターウェイキネマ、その横にアークティックトリビュート、内からはゴージャスヘイズ、並んで無敗のエアボーンサーブ、アットザサンパス、それに続きます。並んで7番マースフルフルーツ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はウェルノールネイビー、まだ粘っています。2番手はアンタアントパル、間を挟んでキングズドラマ、3番手天の虹ブリッジ、まだ動きません。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はウェルノールネイビー、間が空いてアンタアントパル、ウォーターさあ外から上がってきました。天の虹ブリッジ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、さあ捕まえに行く。あと 200m、 先頭は変わって走キングズドラマ、いや残り 100m、 キングズドラマまた差し返した。キングズドラマ先頭だ。キングズドラマゴールイン、2着にはどうやらウォーターウェイキネマ、3着にマロニジブリッジ、キングズドラマここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。
リリースプレリュード天の極戦です。一番人気ダイジェスト、大井競馬場 JPN2 レディースプレリュードダート牝馬限定ダート 1800m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。天の極戦先頭、リードは2馬身から3馬身、残り 200m、 後続はまだ後ろ。天の極戦先頭です。このまま押し切るか。2番手はルチプラダ、ね、天の極戦今ゴールイン、段違いの強さです。2着はルチプラダ、3着にチャームアスリープ、これが G1 馬だ。天の極戦能力今日ステークス、これは飛ばします。シリウスステークス、これも飛ばします。そしてスプリンターズステークス、金車差の奇跡登場です。スプリンターズステークス、金車差の奇跡登場です。グリグリ奇跡三区、母ケルトシャー、俺は待ってるぜですね、対抗されるのは。一騎打ちムードになります。あとオリーブタッチあたりか。レース行ってみましょう。秋の G1 第日本の第 G1 第1弾スプリンターズステークス中山芝 1200m 電撃戦となります。金車差の奇跡、俺は待ってるぜなに勝って G1 を制することはできるのでしょうか。最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦、さあ G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ最後は大外枠のロジックゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。ギャラントアロー前に行きそうです。電車道それに続いています。さらにはフサイチリシャール11番俺は待ってるぜ、その後ろ先手を取ったのはフサイチリシャール名将ボーラー、すぐ後ろカルパーニアタルク、そのうちに続いています。その外にアイルラバゲインブルーショットガン、それに続いています。内からはカノヤザクラ、さあ先頭はギャラントアロー、まだ粘っています。フサイチリシャール、ね、ほとんど差がありません。さあ車差は一気に先頭へ、もう先頭に立ちましたね。ここで先頭変わりました。先頭は金車差の奇跡、残り 200m を通過してぶっちぎりです。後方2番手は、いや強い、金車差の奇跡素晴らしい、決まりか。金車差の奇跡独走、金車差の奇跡ぶっちぎりです。2着は俺は待ってるぜ、金車差の奇跡、春の高松の宮記念に続き秋のスプリンターズステークスも制し国内スプリント界の頂点に立ちました。春秋連覇ウィニングランです。しかもレコード1分5秒9。これは待ってるぜ。大差をつけました。ポートアイランドステークス天の想定内一番人気。グリグリです。父は山の母が天の家なき子ですね。
ダイジェスト、阪神オープン特別ポートアイランドステークス、芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。目白テンプル先頭、内からぐんぐんと天野想定いない、先頭天馬チェイサー追いすがる、あと 200m、 先頭は依然として天野想定いない、2番手は天馬チェイサー、天野想定いない、あんまり差をつけられなかった。1着、2着は天馬チェイサー、天野想定いない、見事1番人気に応えました。勝ったのはいいんですけどね。さあ、それなりの頭数出走、凱旋門賞に天野遊戯王も登場です。図にあった、そうですね、南部杯、片春日と片の天野線の風がデビュー、天野なんでだろうが前長官か。1月の2週だよな。あーってことは、まあ、さくらが、マツケンはいいや。いや、でも本当に福島記念でいいのか。マイルあたりですよね。1億4050万だから。11月2週。マイルから、61キロ厳しいな。58キロか。まあ58キロならいいでしょう。で、想定内が怖いかった、怖いかったけど、いきなり天皇賞は無理です。まずはやっぱり自分は重賞勝たないとどうしようもないしな。オープン特別でもいいぐらいだと思ってる。まあ、カシオペア行ってみますか。
で、キンシャサがこれで9勝目ですね。あと、あ、そうだ。いや、でも出なきゃダメでしょ。短距離戦。で、阪神カップじゃなくて、最後も、香港スプリントですよ。で、極戦はリリースプロデュードを勝つことができた。まあ、本番ですよね。普通に。これはまあ妥当。JC か。17の2000。まあ、距離は大丈夫か。でも、軽いのに出したよね。今は、あって10月。10月の4週これとかもいいし、これちょっと距離が長いかな。1000トレンジャー勝ってる馬もいるし、厳しいと思います。C 機種かぶってる。マツケンが C 機種かぶってんだ。また機種。で、勝ちたいんやが、ここは無理なんで、まあチャンピオンズはいいと思いますね。まあ、もう一走してもいいかも。ミヤコステークス。で、ミシダートダマイル惜しかったな。気持ちいいわ。遊戯王はどうかな。3番無印か。注目度も低いしね。今年は厳しいな。金馬三冠いずれもかかってますからね。じゃあネクスト。スピンスターステークスゼニアッタです。1番人気126がゼニアッタです。
110を超えませんので、これはしっかりゼニアタ勝ってくれるんじゃないかなと信じております。レースいきましょう。キーンランド競馬場 G1 スピンスターステークスダート 1800m です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アンティレイド、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアンティレイド行きました。続いて前へ行くのはキャピタルカフェ、さらにはバーブズシンガー、6番ローオール、その後ろ先手を取ったのはアンティレイド。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、大きく離れました。モナシアストーリー、赤の帽子ガイドティマー、その後ろランデール上がっていきました。これに続いてオーバースケートカリスマ、内からはアシシエンプレ、並んで8番クライドローン、その横にビッグベルサイユ、ゼニアッタ、後ろからになりました。その隣にオフショアソルト、最後方にパピルスアップル、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りでコースが開くかどうか。ゼニアッタ、さあ先頭はまだ1番アンティレイド、2番手はバーブズシンガー、間を挟んでガイドティマー、3番手9番ゼニアッタ、まだ後ろ。この位置から果たして届くかどうか。ようやく仕掛けていった。直線コースに入りました。届くの？あ、中割ってきた。後続の手応えもいい。先頭に踊り出た。残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はゼニアッタ、2番手はアンティレイド。強い。この馬で決まりか。ゼニアッタ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はアンティレイド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ゼニアッタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。スピンスターステークスを制しましたゼニアッタ、 G1 3連勝。肩当てでロワイヤー竜将に登場。1番人気109なんで飛び抜けてるわけじゃないですね。これでは勝てる保証はないです。前に行く馬が逃げ馬が3頭います。そう考えると決して前へ有利とは言い切れないところです。ではレースいきましょう。パリローシャン競馬場 G1 ロワイヤー竜将、芝 2800m、 比較的長丁場です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。スモールサンブリンク前に行きそうです。メイプルルーラ、それに続いています。もう一度先頭から、先手を取ったのはミレニアムスプリング、その外にブレイズンイブニング、内からはウィンカルメン、その外からメイプルルーラ、その後ろからはスモールサンブリンク、並んで7番ウィッシングゲーム、すぐ後ろにソウルデジュール、その隣にマンデシャ、その外にシェイディガーデン、フラフピードライン、そのうちに続いています。その外にテンダーバン、
ピンクの帽子スパークオブプロスペクト、その後ろ、後ろからの競馬になりました。肩のアテネ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。内からはマリーンブースター、その外にアダルレナウンス、しんがりからオーティエルク、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。混合メイプルルーラ、レースを引っ張ります。並んで4番ウィンカルメン、その横にミレニアムスプリング、その外にブレイズンイブニング、少し離れてシェイディガーデン、続いていますマンデシャ、すぐ後ろ、これに続いてスモールサンブリンク、各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ後ろにフラフピードライン、並んで10番ソウルデジュール、すぐ隣にウィッシングゲーム、すぐ後ろにアダルレナウンス、並んで14番テンダーバン、肩のアテネ、後ろからその外にスパークオブプロスペクト、その外にマリーンブースター、最後方にオーティエルク、前の方からもう一度見ていきましょう。前は集団ぐらいかな、肩アテネほとんど差がありません。ミレニアムスプリング3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。メイプルルーラ先頭、肩アテネいいとこにいるわ、あとは伸び足だ。ウィンカルメン足色は十分、前に迫れるか。メイプルルーラ先頭、貸していく、前に迫る。肩のアテネ残り 200m、 力もうちの馬頑張っている。残りわずか、ゴール前最後の攻防、2番抜け出しだ。ウィンカルメン勝ちました。強い強い肩のアテネ、圧勝ゴールイン。2着はウィンカルメン、3着にアダルレナウス、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。肩のアテネ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いいですね。え、これ G1 馬になったんだ、肩のアテネ。ついに間距離鉄砲、まあ鉄砲は悪くないけどな、休み明け初戦っていうことだから。オペラ賞、天の小泉一番人気、129114のダルジナが対抗トップですからね、これはまあ有利なんじゃないでしょうか。レースいきましょう。パリロンシャン競馬場 G1 オペラ賞、芝 2000m です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ダルジナ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくダルジナ行きました。続いて前へ行くのはストライキングアラマ、ギャラントスーパースター、どうやら後方からの競馬では、前の方からルミナスワン先手を取りました。すぐ後ろにストライキングアラマ、オレンジの帽子アルプミーヘレン、その後ろメディシャンコラム、すぐ後ろ好位置をキープしています天の小泉、すぐ後ろにダルジナ、その外からカフェリッシュ、すぐ後ろにブックゼンラ、各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。内からはプレミアムカナリナ、すぐ後ろにドラマトレボロ、さらにはアルズスペシャリスト、その後ろにコーナージェネレーション、並んで G1 3勝オーロラデイブ、リバースポンダー、そのうちに続いています。その外にピンスケールビオ、しんがりからギャラントスーパースター、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前はルミナスワン、まだ粘っています。ストライキングアラマ、ほとんど差がありません。まもなく第4コーナー、直線コースに入りました。内から来てますね。最後の追い比べ、先頭はストライキングアラマ、内からぐんぐんと天の小泉、ここで先頭に踊り出た。内からプレミアム、外も気をつけないと。伸びてきた、ここから勝負をかける、あと 200m。 ちょっと小泉大丈夫か。いや、2番手は勝てる。プレミアムカナリナ、先頭は勝ちました。1着でゴール、2着はプレミアムカナリナ、3着にダルジナ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の小泉、まさしく日本が世界に誇れる馬です。しっかり勝ちを積み重ねてますね。 G1 4連勝、さあそして凱旋門賞天の遊戯王、一番人気になったんだ。127
ミヤシュウデンとデューク・オブ・マーマレード、まあみんな強い馬です。まあ勝ったらラッキーと思った方がいいですね。先方はやっぱ前が有利なんで、差し馬の天の湯ギオにはちょっと不利かもしれないというとこですね。レースいきましょう。世界のホースマンが夢見る凱旋門賞、パリロンシャン競馬場 G1 芝 2400m で争われます。天の湯ギオ勝つことができますでしょうか。世界最高峰の舞台に各国を代表する超一流馬が集いました。今年も究極のメンバーによる至高の2分半を堪能しましょう。4番ですね。パリロンシャン競馬場 2400m 凱旋門賞、まもなく発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。まあまあのスタートですね。悪くはない。それに続いています。さらにはデューク・オブ・マーマレード、中盤あたりを行きそうです。その後ろフェアス・トゥー・デント先手を取りました。チャプター・トーストすぐ後ろ、すぐ後ろにソルジャー・オブ・フォーチュン、黒の帽子ホライト・リー・マース、その後ろ、その隣にグラマー・レイブン、その外にシャンゼリゼ、後ろからの競馬になりました。天の湯ギオ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。内からはユームザイン、その外からミンクレース、並んで12番イーグルマウンテン、フィーインサイド、この馬もこのグループ、すぐ隣にビュード、しんがりからミリオンフラッシュ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度 G1 馬フェアス・トゥー・デント、依然として先頭、すぐ後ろにチャプター・トースト、これに続くのがサンクラシーク、その後ろからはソルジャー・オブ・フォーチュン、すぐ後ろにグラマー・レイブン、その外にデューク・オブ・マーマレード、その後ろにホライト・リー・マース、天の湯ギオ E1 です。並んで15番シャンゼリゼ、並んで13番ミンクレース、さあ先頭はまだ7番フェアス・トゥー・デント、さあここからだ、ほとんど差がありません。勝負どころ、さあ最後の直線、ユギオは中断です。フェアス・トゥー・デント、先頭外からシャンゼリゼ、天の湯ギオまだ後ろ、ここで先頭変わりました。ユギオはうさい打ちを行く。さあどうだ、大激戦、外の伸びがいいように見える。あー伸びなかった。やっぱり今の遊戯王では厳しいか。前線まあ続いてましたからね。絶対し絶対的な強さがない。さあ南部杯です。天野デゼニシーと天野ノートレが1番人気2番人気を分け合っております。そのままレースいきましょう。盛岡競馬場 JPN1 南部杯だと 1600m のマイル戦です。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ビッググラス前に行きそうです。続いていくのがフリーオーソ、先手を取ったのはビッググラス、すぐ後ろにカフェオリンポス、並んで連勝中のナンザローテ、アマノノウトレ、この位置です。アドマイヤキラメキ、すぐ後ろピンクの帽子ムーブウィール、その後ろすぐ隣に大小ジェット、しんがりからアマノデゼニシ、デゼニシ最高ですね。いつも通りですね。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 馬フリーオーソレースを引っ張ります。ビッググラス、この馬もこのグループ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はフリーオーソビッググラス、ほとんど差がありません。間を挟んでカフェオリンポス、3番手アマノノウトレ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあデゼシー大きくまくってくる。さあいよいよ直線の攻防、一気先頭を伺う。先頭外から勢いよくアマノデゼシー、先頭内で食い下がる。あとはブチギウのみだ。後続は大きく離れました。2番手はランザローテ、すごいスピード差、圧倒的な強さを見せました。2着はランザローテ、3着にプリオーソ、やはり
に中央の馬が強かった。勝ったのは天野デゼリシン。デゼリシン優勝、ノートレ4着。さあ、刀春日デビュー戦です。 1.4 倍、シーキングザゴールドと天野桃天然となっております。いきましょう、ダイジェスト、東京2歳新馬戦、ダート 1300m、 刀春日メイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。刀春日先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。アクアリング必死に追います、うん、この差は果たして縮まるか、ね、あと 200m、 後続は遥か後方、刀春日先頭です。このまま押し切るか、2番手はアクアリング、刀春日今勝ちました。段違いの強さです。最後ちょっと追うだけでしたね。3着にイーディシチ、これは桁外れの強さだ。刀春日そして千の風もデビューです。ガーデンルキール、こちらも 1.4 倍、ダントツを一番人気。ガルデンキールライバル馬は2番人気 2.4 倍となっております。ダイジェストいきましょう。東京競馬場2歳新馬戦、芝 1400m、 天野千の風メイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあもう先頭に出ていく天野千の風先頭、リードは2馬身から3馬身、内で食い下がるガーデンキール、あとはぶっちぎるのみ。先頭あと 200m、 後続を完全に引き離した天野千の風先頭です。このまま押し切るか、2番手はガーデンキール、天野千の風今ゴールイン、ぶちぎった。段違いの強さです。2着はガーデンキール、3着にピクシーギャロップ、これは桁外れの強さだ。天野千の風距離もある程度幅を持たせられるってことかな。サウジアラビアロイヤルカップクラブはオディール1番人気、天馬ミッション。ひとまずダイジェスト、東京 G3、サウジアラビアロイヤルカップ2歳芝 1600m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、里のハーザー先頭、外から天馬ミッション、ここで先頭は先に抜け出す。オディールはちょっと動きが重い、かかります。残り 200m、 ようやく中割ってきたが2着がいいとこかな。2番手はアルズギャレット、後続は大きく離れました。天馬ミッション1着、天馬ミッション完勝、2着はアルズギャレット、見事に勝ちました。天馬ミッションオディール敗れました。これは掲示板までです。オディールは4着に敗れました。さあオパールステークス、これは飛ばします。毎日王冠です。天野なんでだろうが出走一番人気、グリグリクラブはハットトリックを出てまいります。ダイジェスト、東京 G2 毎日王冠、芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ステッキンシンスケ君先頭、内からジョリーダンス、
後方からマイネルスケルツィ、そして金新介君先頭、なんでだろう先頭へ。さあ先頭は今度は天野なんでだろう。2番手はマイネルスケルツィ、これは強い天野なんでだろう。この勝ちました。天野なんでだろう、強い強い天野なんでだろう、圧勝ゴールイン。2着はマイネルスケルツィ、これが G1 馬だ天野なんでだろう。能力京都大商店、クラブは2頭、松井田ゴッホが人気、名称サムソン、デルタブルースあたりかな人気馬は。ダイジェストで見てみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。松井田ゴッホ先頭、外からエルサイレンス、名将サムソン伸びてきた、ここから勝負をかける。残り 200m を通過して一気に名将サムソン、松井田ゴッホ先頭だ。名将のサムソンが走った。2着は松井田ゴッホ、3着にデルタブルース、これが G1 馬だ名将サムソン。さあ、これ最後の週になるかもしれない。海外はマノハルです。そして新馬戦が3頭です。さあそしてダイワスカーレットに牝馬3冠がかかります。黒田、まあ、いいジョッキーなんだよな。さあ煽り VTR。 少女から大人へと、シンクの女王、シンクの女王、ウォッカも出てきますね。しかしダイワスカレット一強ムードです。かぶってる結構。なんでこんなかぶってんだ。多い是前石に武豊が乗るからか。武豊である必要性はないです。和田龍二でも乗せとけばいいでしょう。まずゼニアッタがピシディスタフ、アテネはジャパンカップって言ってますけど、まあいいのかな。でもこっからはもうジャパンカップ出すよりは確率で勝つレースを選びたいよね。エリジョっていう手もあるしね。こういうレースもある。ここは出せないけど、ここはダメ、間に合わない。3200までか。エミレーツ、エミレーツかな。あでもエミレーツだとダメなんだ、休めないから。まあ普通に
香港バーズでいいでしょう。7人だからまだ足りない。小泉が、なるほど、いや1006はないわ。小泉もう6勝ですね。ちょっと調子が、芝線があればベストなんやけど、これか。コックスブレードとかだもんな。2000な、まあこれか、アメリカンオークス。もう一層なんか出したい。そしたらエリジョかな。周華賞という手もあるけど邪魔したくない。いやーこれ出してみるか。小泉、あ小泉出るんだ。じゃあダメだな。じゃあコックスプレート出すか。専門書6着の遊戯王は有馬記念 JC でも OK。 ダートもいけますが、ダートが絶対向いてるわけではないんだよな。なのでやっぱり芝ですね。ってことは JC か。遊戯王は手勢にしが JBC クラシック。ある日も強かったもんな。マイルで、マイルはダートですよね。こっち出してみるか。で当然のごとく。これですよ。全日本2歳優勝。もう一頭、千の風は芝ですね。柔軟性、精神力は海外行かせた方がいいのかな。距離適正は13-2400、長いです。幅がすごいある。なんでだろうか。マイチョーカー勝ちまして、まあマイルチャンピオンシップっていうのはいいと思います。
ちょっと調子落ち出したかな。あ、でも小泉統一。てねかな。クイーンエリザベス2世チャレンジカップステークス、山のハウルです。1番人気、123、110を超える馬はいません。勝ってほしいレースです。は限定ですね。レース行きましょう。キーンランド競馬場 G1 クイーンエリザベス2世チャレンジカップステークス芝 1800m の牝馬限定レースです。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い何が行くんでしょうか。オフショアウィッシュ前に行きそうです。ドリーミングオブアンナ、それに続いています。さらにはアブサロムオールウェイズ、4番ユースダンバーニー、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。ドリーミングオブアンナ先手を取りました。これに続くのがベリアライブ、グドテロワール、すぐ後ろ並んで3番ビーナーワルツ、アフターザジョンティーラ、この馬もこのグループ。その外からイルドシール、これに続いてゴールズコース、緑の帽子ソングラインコレット、その後ろ。その外にオレステスウルフ、その隣にキャロットバーディクト、最後方追走は天野ハウル。果たしてどの辺りから仕掛けるでしょうか。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。栗色の馬体ドリーミングオブアンナ、依然として先頭。先頭は依然としてドリーミングオブアンナ、2番手はユースダンバーニー、間を挟んでイルドシー、まだ上がってこないの。ハウル、まだ動きません。後続集団も追い上げにかかります。ちょっと後ろすぎる。ハウルは直線コースに入りました。ドリーミングオブアンナ先頭、中を必死に割ってくるが、ドリーボーアンナが結構いい。後続は遥か後方、ドリーミングオブアンナ後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。ドリーミングオブアンナ1着、ドリーミングオブアンナ完勝。2着は天野ハウル、3着にベリアライブ、勝ったのはドリーミングオブアンナ、見事な勝利です。さあ、天のエレループデビューです。 1.3 倍ダントツの1番人気、10年パワーが炸裂です。天のアルアムラーはダラカにつけられて遠心テンポとしてデビューですね。ちょっと見てみましょう。ダイジェストいきましょう。東京競馬場2歳新馬戦、天のエネループメイクデビュー、ダート 1600m です。4コーナーをカーブして、さあもう持ったまんま天のエネループ先頭、差を広げにかかります。栄新テンポ2番手、手応えはどうか。天のエネループ先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。あと 200m、 後続はまだ後ろ。2番手は栄新テンポ、ね、天のエネループ、この馬で決まりか。天のエネループ独走、天のエネループぶっちぎりです。2着は栄新テンポ、3着にミヤコワーフ、これは桁外れの強さだ。天のエネループー。
さあスワットファルコンもメイクデビューです。発射台 1.8 倍ですね。グリグリです。いきましょう。ダイジェスト、京都二歳新馬戦ダート 1400m、 スマートファルコンメイクデビューです。4コーナーをカーブして先頭です。これからです。スマートファルコン先頭、残り 200m、 後続は遥か後方。スマートファルコン先頭です。このまま押し切るか。2番手はサーベルクリア、スマートファルコン独走、スマートファルコンぶっちぎりです。2着はサーベルクリア、これは桁外れの強さだ。スマートファルコン、はい、賢い美月さん、ダート G1 レースを勝つような気がする。何もくれない。宇宙牝馬ステークス、天のジュピターです。一番人気だわ。ダイラプスはちょっと人気ないな。グレードピンクカメオ。ダイジェスト、東京 G2 アイル&トーフィー府中牝馬ステークス芝 1800m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。メジロオフショア先頭、外からウールシスター、ピンクカメオいい足だ。ここからピンクカメオとともに上がってきましたね。ジュピターが残り 200m、 さあ先頭は今度は天のジュピター。2番手は踊り出た天野ジュピター、先頭だ天野ジュピター、強い強い天野ジュピター、圧勝ゴールイン。2着はピンクカメオ、3着にスプリングドリュー、これが G1 馬だ天野ジュピター。本当に以上に行くのか。さあ、二歳新馬戦天の毛戸戦記メイクデビュー 1.7 倍はもうダントツを一番人気で、しかもグリグリ、父シーキングザゴールド、母シアマゾンという両決です。ダイジェストいきましょう。京都二歳新馬戦芝 2000m 天の毛戸戦記メイクデビューです。第4コーナーをカーブして打ち切りですね。コースに入りました。天の毛戸戦記先頭、残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。2番手は天馬ロックス天の毛戸戦記、この馬で決まりか。天の毛戸戦記独走、天の毛戸戦記ぶっちぎりです。2着は天馬ロックス、3着にアグネスコーラス、これは桁外れの強さだ天の毛戸戦記。いいでしょう。またなんかありそう。クラシック戦線か。
秋華賞ダイワスカーレット、さあ、いよいよ秋華賞です。ダイワスカーレットが牝馬3冠をかけます。ウォッカが2番人気、他クラブワンを凱旋ワサビドラがいます。3番人気テマインゴット、4番人気ローブデコルテですが、ダイワスカーレットグリグリですね。まあインゴットも要注意ですね。さあレース行きましょう。3歳牝馬三冠レースの最終戦となります秋華賞、京都競馬場芝 2000m で行われます G1 です。さあダイワスカーレット牝馬三冠獲得なるでしょうか。京都競馬場3歳牝馬による最後の大レース秋華賞、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。今年は牝馬三冠馬の誕生に注目が集まります。ダイワスカーレット快挙達成となるでしょうか。さあ最後は大外枠のテンマインゴッド、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。凱旋ワサビドラ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して凱旋ワサビドラ花に立ちます。その後ろからはダイワスカーレット、この馬も上がっていく構えです。あでもダイワスカーレットもいいスタートです。14番スパークオブチーフ、その後ろこの辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。ポイとか先段か凱旋ワサビドラ大きく離れました。レインダンス、白の帽子、イクスキューズ、その後ろエルサブリ、コーナーワークがありますからね。ダイワスカーレットはすぐ隣にティムズエンペリー、その横にスイープテール、テンマバトル、そのうちに続いています。その外からストロングスカイ、すぐ後ろにオリーブコリーダ、その隣にウォッカ、その横にクリケティスペディ、その横にエルアウト、その横にローブデコルテ。 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。そんな上がりで切れる馬いなかったような。早くも先頭凱旋ワサビドラ、ほとんど差がありません。間を挟んでテンマインゴッド3番手、さあダイワスカーレット逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はダイワスカーレット、さあ決着をつける時だ。今参加に向けて先頭、後続とは3馬身、まだ持ったまま突き放します。あと 200m ウォッカが来ているが2番手は届かない。ダイワスカーレット、やりました。ダイワスカーレット今ゴールイン、段違いの強さです。2着はウォッカ、3着にテンマインゴート。ダイワスカーレットついに牝馬三冠達成です。競馬史に残る名品の誕生です。ウィニングランです。ダイワスカーレット牝馬三冠を取りました。お、淀川テイスティ来
キムネさん、普通考えたらエリジョですけどね。海外行くかもしれません。さあ海外は2レース、そして菊花賞、今度は菊花賞でアマノアイポッドがボバ三冠をかけます。よいしょ、パリ大賞典とセクレタリアートステークス勝って2連勝か。今日ですね。まずゲド戦記強かったですよね。万能ターンだからマイル戦が良さそうです。スマートハルコンですね、しっかり買ってくれました。ダートバですね。距離的数1400か2400といいところを攻めております。ダートじゃないのか、エリジョか、まあエリジョでしょうね。妥当か。エネループが持ちの希少、エネループ強かったよな。でもレースがいいレースがないんだよな。ここかな。勝った。ちょっと一周早いですが、項目かけましょう。ダイスは、なるほどね、ジャパンカップか。もう7勝なんでリーチかかってます。あーでも疲れがちょっと心配だな。
うん、これで OK。 クラブは、クラブ情報、あ、3位に上がりましたね、4位から。募集馬もオープン馬がもう4頭も出てます。伊坂さんがウォッカで稼ぎ出ますね。ウォッカは秋華賞2着でしたしね。オディール負けてやりましたよね。奇跡、天の世界にあの主戦、そして天の iPod です。フリステークスは天のハリーポッターが登場。コードが4つ目か今ということで、ここまでにしたいと思います。ツイッチで、配信行いました。ツイッチや今後ともライブ視聴、アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチライブウォッチ、マイアカウントフォロー、マイチャット コメントプリーズ。今回の配信のアーカイブは2日後、7月14日の21時、午後9時に、YouTube でアップします。YouTube のチャンネルは、Twitch のチャット欄に記載しているチャンネルです。ぜひ、アクセスしていただいて、チャンネル登録、高評価お願いいたします。This live up、YouTube live、YouTube visit and アカウント、チャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。そしてツイッターもやっております。こちらもツイッチのチャット欄にアドレス記載します。
ツイッチの方もアクセスの上、アカウントフォロー、高評価などお気に入りなどよろしくお願いします。ツイッチ、あ、マイツイッターアカウントビジット&アカウントフォローアンドグッドボタンプリーズということで、ウィーニングポスト9-2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。